はい、どうも秘密結社フェイガム総帥ハッチでございます。今回は POG2021 から22シーズンへのチェックを進めていこうということで、サンデーサラブレッドクラブさん、これですね、まあ、サンデーサラブレッドクラブさんの関東馬の番、関東の募集馬の中で期待馬をチェックしていこうというのでね、10頭ピックアップしてあります。まあ、その中の、まあ、前半5頭という形ですね、こちらをやっていこうと思います。まあ、やっぱりね、POG といえばね、もうノーザンファームの中でも特にサンデーレーシング、馬主名義でいうとこのサンデーレーシング、クラブ名でいうとこのサンデーサラブレッドクラブさん。まあ、これがね、王道なわけですよ。まあ、なので、ちょっと厚めにチェックをしておいてもいいかなと。まあ、この中で、例えば6月にデビューできるとかね、まあ、そういったところの、もちろん厩舎がいいとか、まあ、もちろんいろいろな要素をピックアップしている。まあ、今後の情報でね、情報が特に出てきて、なおかつ6月にデビューできそうだなんていう馬が、まあ、指名対象にはなると思うんですが、まずはですね、こちら、コマンドライン、ボバですね、父、ディープインパクト、母、コンドコマンド、母父ティズワンダフルということで、募集価格がなんと1億4000万円。まあ、その時点でね、まあ、サンデーレーシングさんの中でも最高クラスという評価を、まあ、2歳児に受けていることが当然わかるわけですよね。まあ、この募集価格で、なおかつ、まあ、美穂の国枝厩舎ってことで信頼度も高いなということはまず言える。まあ、そしてですね、兄、アルジャンナが、期間内のね、重賞で馬券圏内が3回と。いうようなことで、まあ、ダービーこそしんがり負けではあったんですけれども、まあ、それが最低ラインっていう価格かなというふうに思います。まあ、つまり重賞の1つ2つは期待されてるんだろうなと。これで6月の、ね、デビュー組に名前があるようだったら、まあ、上位指名で確保してしまってもいいんじゃないかななんていうふうに思えてきますよね。まあ、ですのでね、もちろん、まあ、そううまくいくかなっていういろんなところはあるんですけども、まあ、サンデーレーシングさんが一番値段的には高めの値段をつけてきたという点だけでも、まあ、信頼に値する。まあ、サンデーレーシングさんの場合、まあ、例えばオルフェーブルの時でしたか、オルフェーブルなんかも4000万円という募集価格の予定が、まあ、鶴の一声、この馬出来がいいんだからということで6000万円になったみたいな形で、値段が高いほど信頼性は高いというところで、まあ、リアルにマネーを出さずに済む以上、まあ、安い馬だけどどうかなじゃなくって、あれ、この血統の割に高く取るんだなという馬を狙った方が当然狙い目ということになってきます。まあ、というわけで、ね、2頭目もそんな感じで選んだ馬ですね。ホーリーエンブレム、ヒンバ、父ロードカナロア、母メジャーエンブレム、母父ダイワメジャー、募集価格6000万円で美穂の田村安人厩舎か。まあ、そしてですね、お母さんは、阪神ジュベナイルフィリーズと NHK マイルカップを買ったというところで、もう POG 血統ですよね。まあ、そうなってくると、もうそれだけで当然のように狙い目ということになってくるし、まあ、美穂の田村厩舎っていうのがね、まあ、どうしても POG で言えば実績がそこまで、まあ、毎年実績を上げているという厩舎ではないんですけれども、お母さんのメジャーエンブレムを扱っていた厩舎ってことで、やっぱりね、期待馬はそのまんま同じ厩舎に入る例が多いですよね。最低限の信頼度がある厩舎の場合、まあ、お母さんがその厩舎で活躍したっていうんだったら、子供も同じ厩舎に入れようかという事例がほとんどで、まあ、そこから変えようかっていう方がね、まあ、どんないい厩舎に依頼するにしても狙いづらい事例になってしまうので、まあ、この母のこの系統の場合に限り田村厩舎っていうのはね、逆にプラス要素だと思われます。まあ、もちろんね、そこそこは結果を、まあね、出している厩舎、まあ、ただし超こう一番結果を出しているとかっていうとね、おべんちゃらになってしまうというレベルではあるんで、まあね、十分狙っても信頼ができる厩舎だと思います。まあ、そして3番目がこちら、ブエナエルドラード、ヒンバ、父ロードカナロア、母ブエナビスタ、母父スペシャルウィークということで、募集価格6000万円で美穂国枝厩舎。まあ、ブエナビスタの場合は、じゃあお母さんが走ってた厩舎っていうとすでに定年で、まあ、その後ね、まあ、お兄さんお姉さんは一等の池添学ぶ厩舎だったのが、池添厩舎を離れてからようやく新馬戦で結果を出し始めてかといって、まあ それでね、その後入っていた藤沢先生が定年というところの事情もあるんで、
まあ、こうやってね、また厩舎が変わるのは致し方がないところということで、国枝先生に言ったということは、この馬の期待度は高いのかなと。まあ、お母さんと別の厩舎に入れざるを得ない中で、どの厩舎を選ぼうかなという中で、いい厩舎に入ったと思います。もちろんね、お母さん自身、まあ、時代のチャンピオンホースですよ。G1、6勝、それも、三冠牝馬まであと7センチ。まあ、7センチ差で負けた秋華賞は膠着も食らってしまったんで、あと7センチって言っていいかどうか、ちょっと微妙なところですけれども、まあ、そんな形でですね、まあ、ついにブエナビスタ3区で大物がと。もうそろそろこのコラで当たりが出なかったら、ブエナビスタも母の代としては失敗、繁殖牝馬としてはな、ということになってしまうので、そうはなってほしくないなという点も含めて、まあ頑張ってほしいなとは思っております。まあ、そして4頭目がこちら、スクルトゥーラ牝馬ですね。父ロードカナロア、母カービングパス、母父ハービンジャー。募集価格3600万円で、美保の鹿と厩舎ということで、お母さんのお兄さんにコディーノ、まあ、期間内重賞確か2勝して、朝日杯フューチュリティステークスで2着ということで、2歳戦から走れる牝系ということになってきます。まあ、お母さんも3勝を挙げて、まあ、お母さんの妹のね、チェッキーノも、まあ、期間内に結果を残した。そして母父ハービンジャーっていうのもね、プラス要素で、まあ、この牝系にキングカメハメハという配合でコディーノが結果を残したのが、1台ずつ降りてきて、この配合っていうのはね、なかなか興味深いところということにはなります。まあ、もちろんね、ロードカナロアも3区が成功してるし、距離適性がマイルに触れるかなと、2000以上の距離は厳しいかなっていう配合に見えつつも、まあ、牝馬だったらね、桜花賞が 1600m 戦だし、それでいいんじゃないのという点も含めて、まあ、狙いどころになってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして今回のラスト、前半戦最後がこちらですね。馬名がレバンジル、ボバですね。父ドゥラメンテ、母トゥリフォー、母父フランケルということで、美保の堀厩舎、まあ、ここもいい厩舎ですよ。まあ、そしてお母さんはフランスの G3 を買ったフランケル産駒ということで、母父フランケルってまだまだあまり聞かないんですけれども、ただフランケルもね、日本で成功を見せているヨーロッパの血統ってことで、このトゥリフォーだってね、ヨーロッパのフランケル産駒としては相当上位な結果を残したわけで、まあ、国内、日本の方が適性がある牝馬という可能性はあります。日本でだったら G1 勝ててたかもねとかね、そんな話ね。まあ、そうなってくると、やっぱね、フランケルの血筋が日本で成功しているっていう意味で、ヨーロッパのいい重賞クラスの繁殖牝馬を入れてきて、それも日本向きの血統であることが証明されてるみたいな、お母さんのまだ、まあ、ここからがね、狙い目の3区ということで、ドゥラメンテ3区を応援したい方が下位で指名するんだったら、最高の選択肢になり得るんじゃないかな、なんていうふうに思われます。まあ、このね、お母さんもフランスの G3 勝ち程度、まあ、ドゥラメンテも、まあ、モーリスとか、まあ、エピファネイアとかね、新世代の種牡馬の中では、もっと走ってる馬がいるという状況なので、そこまで人気しないでくれると思うんですが、比較的、厩舎的にも狙い要素は大きいかなというふうに思っています。まあ、そんなわけでね、POG のチェックも含めてこちらやっていきますので、またチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。